どうも皆さんこんにちは。イメージは元気の源、うく主の残滓です。勝手にイメージして元気になっとけこの妄想野郎。あ、どうもマリサだぜ。今回はイメージって単語が増えそうですね。どうもいつものヨウムです。イメージイメージ G 名レイムだよ。無理やり使いすぎだろ。というわけで今回は本日追加されたカバー曲、Believe in my existence をやっていきます。初代ヴァンガードの二つ目のオープニングですよね。初代っていや今からもう七八年前か。ちょうど私がヴァンガードにドハマりしてた時期ですね。リアルのカードゲームもアニメも。しかも今日からアベマ TV でその初代が帰ってくるんでしょ。しかも曲はロゼリアが歌って。私はカードゲーム自体はリンクジョーカーのロックが大嫌いでやめてしまいそのままアニメも見なくなってしまいましたが、どうやら再び見ることになりそうですね。ちなみに私は初代スターターデッキに収録されてた悟空軸のカゲロウデッキを使っていました。マジで知ってる人少なそう。おそらく今後ロゼリアの曲も追加されると思うのでヴァンガードの曲がもっと多くなるでしょうね。それじゃあ早速やっていくわよ。イメージしろ。バカみたいに画面を叩く自分の指の姿を。イメージしなくても常に視界に入っている件について。今回はライブ設定で判定調節をいじってあるので少しタップ音に違和感があるかもしれません。どんなに遠く離れたって、決して夢は終わらない。ため息ひとつ飲み込んだ言えない痛み見つめる不安僕はここから動けない一人と影の境界線でなくした夢を探すんだもう一度自分をあの場所へ解き放てライブだったわ。とりあえず今回もフルコンいただきね。すでにフルコン済みでしたけどね。今回はレベル26にしては簡単な方だったぜ。むしろレベル25でもいいぐらいな気がしたな。ということで今回の動画はここまでです。最近レベル26の曲が多いですがあまりフルコンに苦戦しないのでそろそろ難関曲を出してほしいですね。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。この動画がもしよかったらぜひ高評価、チャンネル登録をお願いします。この他にも、バカゲーやホラーゲーム、様々なジャンルのゲームを投稿しているので、左のリンクから見ていただければ嬉しいです。それではまた別の動画でお会いしましょう。